はい、速稼塾の久保です。令和2年の12月25日、まあ世の中クリスマスかなと思います。 お父さんお母さんはね、子供たちに、そして恋人たち、家族、知り合い同士、助け合いながら、まあ支えかながらね、プレゼントを送り合いながら支え合っていこうよと。年末年始は、派手なことはできないけども、自粛をしながらだけども、それでも少しでもね、楽しんでいこうとする中で、とんでもない事件が起きております。今日は2つ紹介しようと思いますね。画面切り替えていきましょうか。まず一つはご存知、安倍総理ですね。安倍元総理、例の桜を見る会前夜祭で、政治資金規正法だとかなんだとかね、要するに不正をしていたのに、安倍総理は1年間ね、すっとぼけて嘘ばっかりついてたわけですよ。で、野党の追及はね、本当に的確でした。もうこれでもう罪状確定だろうって言ったところで、もうのらりくらりとかわしていったりとかね、質問には全く答えない、いわゆるご飯論法を用いたりとか。この安倍晋三って人はね、多分日本を代表するどうしようもない嘘つきであり、泥棒であり、まあ国民のね、生命や財産を駆逐していった張本人だと思います。まあただ評価できるところも結構多いんですよ。外交とかね、世界に対する発信とか、アメリカとの信頼関係を強くしたところとか、そういったところは高く評価したいんですけども、いわゆるですね、外向きにはいい人なんですよ。でも国民に対してはもう鬼ですね。で、あの例の賭け問題ですか、森友賭け問題で、もう人がどんなに苦しんでもね、自分の部下がどんなに苦しんでもへっちゃらというね、そういうところもありますし、河合案里とかね、河合克行に対しても、もう全くね、罪の意識を感じてないと。で、何回ね、今年、去年か、もう何回ね、責任を痛感したりね、襟を正さなければならないというね、言葉を用いたのかと。これほどまでにね、反省の多い人間も、なかなかね、ないんじゃないかなと思いますし、反省をしたようであってね、悠々と暮らしていらっしゃるというね、まさに上級国民の最たるものでございます。それこそね、この人がね、安倍晋三がね、誰かを引き殺してもね、全く罪に問われないでしょうね。ということで今回は、総理大臣ですら全く変わっていなかったみたいなね、要するに不正会計問題で、これは秘書がやったんだというね、お決まりの逃げ文句でございますよ。じゃあね、一般会社の社長がね、例えば三崎裕太さんがね、脱税したなんて言われて、いやいや、これはね、会計士が勝手にやったんですよ、それ無罪になるかって話ですよ。だからとてつもなくひどい人なんですよね、この人はね。私はまあ、この自民党にしてもね、安倍総理にしても、まあ8割7割はね、すごい高く評価してるんですよ。ただその高い評価もこんな場面を見せられればね、本当に憤りを禁じないかなと思っております。もう早くね、総理辞めてもらってもよかったと思いますし、それからね、菅総理に代わって、まあいわゆるね、菅総理も官房長官でありながら、この安倍総理をね、野放しにした責任は重いなと思いますし、まあ自民党がこういう風なね、体質なんでしょうね。まあこれはね、ある意味諦めないといけないところだと思います。自民党っていうのはもうすでに国民を奴隷としか思ってないわけですよ。で、心ある議員さんは中堅委員会にとどまってるというね。で、間違った政策を、まあ間違ってないと言い張り、どうしようもない麻生財務大臣とかがね、のさばりで、二階幹事長みたいなのがのさばりね、いや本当にね、安倍総理、安倍晋三、それから麻生財務大臣、それから二階幹事長、この三人って、私ね、ちょっと必要なのかなと思っちゃいましたね。少なくともこの日本を率いるリーダーとしては、その組織としては必要ないんじゃないかなと。この3人がいるからうまくいってないんじゃないかなと思わざるを得ないですね。まあ別にね、この3人は日本に必要ないとかね、もう死んでしまえとか思わないですよ。そういうことじゃない、そういうふうな人格否定ではないです。ただ、いや、こういう役職をするのにはね、適してないと思いますよ。それこそね、この桜を見る会前夜祭で素晴らしい追及をしていた日本共産党の山添拓さんとかね、立憲民主党の小川淳也さんとか、もうこの二人の方がどれだけ誠実で正確で凛々しいかと思うところですよ。で、今日はもう一個ちょっとね、憤りを感じえない、禁じえないものを紹介したいと思います。それがこれです。竹本 IT 賞コロナ感染ということでね、もうこれだけね、騒がれてる中で証拠りもなく、この何ですか、竹本のおっさん、このね、おっさん、竹の子のおっさんが80歳ですよ。80歳になってね、もうね、人前に出てくるなと、こういうふうなことをするんだったら。
と思いますよ、うん、大阪15区、大阪ね、大阪なんとかならないのかと思っちゃいますよこれ。あのね、大阪市民は立派な方っていうかね、あの多分いい方ばっかりだと思うんですけども、大阪を束ねる方がね、代表する方がこんな方ばっかりで、これ何に来たかっていうと、このコロナ禍で外食をね8人でしただけでも安倍、菅総理か、菅総理が怒られる中で80人の参加パーティーで講演ですよ。で80人で集まるなって、参加者にもこれね、もう襟を正してもらいたいんですけども、こんなところに集まるなってね。でしかもね、この人はねこんなこと言ってるんですよ。アルコールを提供する会食は適切ではなかったが、会食の開催自体を知らされておらず私に責任はないと話していると。要するにこれですよ、あのね、なんと思ってないんですよ。あの国民は、お前ら下々の人間はあれするな、これするな、俺たちはやるからよみたいなね。あの言ってみればね、この竹本直一さんですか、あのこういうご老人を守るために若者が、うん、したい仕事もできずにね、派遣切りにも会いながら、食うや食わずで我慢してるわけですよ、生命を守るために。あんまり当てにしてない分科会のね提言聞きながら、で医療が逼迫してるからっていうんで、自分がこういう時にね、お医者さんの世話になったら看護師さんはじめ介護士さんはじめ迷惑かかるだろうと思うからやらないわけですよ。なんですかこの人は。コロナに感染してこんなことしてね、感染して受け入れる病院があるのもね、甚だしい。もう別にもう診察しなくていいんじゃないですかこういう人はね。いや、こんな人がね、なんかね、ほんと情けないですね。はい、ということでね、言葉もないような状態なんですけども、国民がいくらね、自粛していても、国民がいくら政府の提言に従って行動していても無駄ですねこれはね。その提言をする方がね、こうしっちゃかめっちゃかなわけですから、私たちは一体何のためにね、誰のためにこれやってるんでしょうか。うん、それはね、取りもなさず周りの人への愛情でしょうね。で、先ほどね紹介したお二人の方、安倍晋三元総理、そしてこの竹本さんね、竹本なんとかっていう人、この人たちにはもう本当にね、人をおもんぱかる気持ちなんてないわけですよ。で追及されればめんどくせえとしか思ってないんですよ。責任はないと言い張るんですよこの二人は。うん、いや本当にね、なんかこう年を取るとこうなのかなと思っちゃうんですけども、立派なね年の取り方をしている人もいると思いますけども、そういう人もまでね、そういう人の生き方まで台無しにするようなこの二人ですよ。本当恥を知りなさいって、なんですか、三原淳子さん、こういう人たちに言わないと、安倍総理恥を知らなさい、恥を知りなさいっていうね。いや、次三原淳子さんが恥を知らないといけないですねこれはね。結局恫喝するのはもう力のない方とかね、言い返せない人ばっかりでしょ三原淳子さんもね。三原淳子さんもね、金八先生怒ってあげないと、こんな変な人を世の中に出して。三原淳子さんとかね、最低の人間ですよもう本当。私はね、あんまり人のことをねどうこう言いたくないんですけども、三原淳子さん自身が最低というよりも、その職責について最低になりましたね。三原淳子さんはタレントをやってるのがちょうどいいんですよ。だからそんなね、政治家さんなんての向いてないですよね三原淳子も。でタレントのつもりで政治家やってるんですよ。政治家というタレントをやってるんでしょうねきっとね。これダメだな、ダメだ、本当に右を向いても左を向いてもね、ダメダメ人間ということでね。やっぱり YouTube 見た方がいいですね。 YouTube には素敵な人が集まるんじゃないですか。そういうことにしておきましょうか今日はね。いやー、安倍晋三不起訴か、もう終身刑でいいんじゃないですかね。もう十分働いてくれたんで、安倍さんもお疲れ様、用済みですよ。で竹本前 IT 省、竹本直一、もうね、どうするんだ、街歩けるんですかねこんなことしてて。ね、もう言うことないですねもう、あまりにも。ということで怒りの放送でございました。じゃあスッとしたんでね、また作業戻ります。失礼します。